もっと簡単に動かす。こんばんは、シュペタレックスと申します。こちらやってます。たまにもう毎日ずっと頑張ってるような、あなた休憩したいというのも紳士はあるのではないでしょうか。それはあなたの心の叫び声である。その叫び声に耳に傾けばいいだと思います。どちらかというと、例えば筋トレのことなんですけれども、まあ、筋肉をちょっと大きくしたいとかね、この時にはもうずっと頑張ってる、ずっと毎日筋トレするよりも、まあ、それをしたら筋肉は大きくならない。なぜなら筋肉は休む時に大きくなる。自分の頭脳もそうですけれども、ずっと勉強して、ずっと何かして、ずっと働いて、あまり休憩なしでこうしたら、頭脳はもうあまりまともに働かなくなる。だからもうたまに1日とかちゃんと休憩して、まあ、ゴロゴロとかして、でそこで、まあ、頭脳はそれを全てをなんか整理整頓とかやったり、でそうした上で、まあちょっとね、もう傾向が作れるんですね。その構成が分かるんですね。そのストラクチャーですね。でこうなると、まあ次にもっと簡単に動かせるから、だからずっと頑張るよりも、もうたまに休んだ方がいいだと思います。ただですけれども、まあ、自分が決まったの一日の一言なんですけれども、その一言をやったら後で休めばいいです。そして明日の習慣と夜の習慣も忘れることなくゴロゴロしてください。では、この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら、高評価のボタンをお願いいたします。またはその同じの価値のあるの動画を見たいなら、登録もお願いいたします。さらにあの種が入ってるなんですけれども、こういうの変ですけれども、でそこでその鐘を押したりすると、ノティフィケーションですけれども、自分がいつを動画するアップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それももしよかったらよろしくお願いいたします。さらにどんな動画を上げたりいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいですけれども、下のコーランでご記入をお願いいたします。それでは、自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって今で。